ディーランド・スカラーは、アメリカのウィスコンシン州ミルウォーキー出身のベーシスト、歌手、作曲家。本名は、ディーランド・ブルース・スカラーで、CD などには、ディー・スクラルとして時々クレジットされる。ジェームス・テイラーをはじめ、数多くのアルバムに参加し、日本でも人気の高いセッションミュージシャンである。髪の毛と髭を伸ばした特徴的なスタイルで有名。ウィスコンシン州に生まれ、幼少期に、 家族でカリフォルニア州に移り住む。4歳の時にピアノの練習をはじめ10代前半ベーシストに転校する。カリフォルニア州立大学のオスリー事校で音楽を専攻している際にバンドのオーディションを通じてジェームス・テイラーと出会い、以後コンサートツアーやアルバム制作を通じて活動を共にする。テイラーの音楽性が評価されるとスクラー自身にも注目が集まり、以後 西海岸を中心にスタジオミュージシャンとしての活動に拍車をかけることとなった。特に同じくテイラーをサポートしていたドラマーのラスカン・ケル、ギタリストのダニー・コーチマー、キーボーディストのクレーグ・ダーギと結成したザ・セクションは、その演奏力が評判を浴び、音楽業界に大きな影響を与えた。以後は、ジャクソン・ブラウン、リタ・クー・リッジ、ミッシェル・ポルナレフ、フィル・コリンズ、 ホールオーツなど様々な歌手のセッションに参加し、デビッド・ホスターなどの AOR から、ビリー・ポブ・ハムなどのジャズ・フュージョンに至る幅広いジャンルの音楽を手掛け、また、映画やテレビのサウンドトラックの録音にも多数参加している。日本でも、ジェームス・テイラーや、ザ・セクションの影響を受けた、日本人ミュージシャン、松藤谷由み、いつ由美、中島みゆき、浜田真理などの作品に参加している。 2007年からはマイク・ポーカロが病気療養離脱した東東にツアーメンバーとして同行している。ありがとうございます。